今日は敬老の日です。広島市内のボーリング場では長寿を祝う大会が行われました。広島市中区の広電ボールで開かれたのは毎年恒例の長寿ボーラーを祝う会です。75歳以上の会員が無料で招待されました。最年長の92歳をはじめ160人が参加し、日頃から磨いた腕前を元気に競い合いました。ものすごい楽しいんです。はい、生きがいなんです。いい点が出ればね、やっぱり楽しいけど、悪い点が出れば自分で歯食いですよね。県内の65歳以上の高齢者は82万人余りで、人口のおよそ3割となっています。